第19回アジア競技大会は25日にグループリーグ第2節を行い、パリオリンピック世代の U から22日本代表はパレスチナと対戦し、1-0 で勝利。前半22分、MF 八田決定、京都、が初戦に続く FK からのゴールを決めた。2連勝の日本はグループ首位通過が決定。28日の決勝トーナメント初戦でグループ A3 位のミャンマーと対戦する。これ全チーム U22 なんか？主力は U23 アジア予選。それはもう終わって J1 と J2 の試合優先。前大会だったか同じような日本代表が本気のソン・フンミン相手に互角だったような。結局日本が負けたけど。J2 の選手とか湾化されたな。日本は何軍なの？3割くらい大学生だし何軍かわからんレベル。5軍。半数が大学生とかだから5軍くらいじゃね？また U24 のところ U22 縛りしてるし。U24OA とか中途半端な大会やな。せめて五輪世代限定にしろよ。来年4月の五輪予選 U23 アジア杯に欧州の主力組呼べないかもとか言われてるからな。ベンチに入れるかどうかってレベルの選手なら欧州リーグ終盤でも招集できるかもしれんけど、斉藤光からやザイオンなんかは無理かも。その場合、アジア大会メンバーから選ばれる可能性高くなるから頑張ってくれんと。今回から急にメンバー落としたのはなんでなん？今までは柿谷とか課長とか山頂とかポープウィリアムとか、一流選手ばかりだったのに。本当は去年開催だったが中国のせいで1年遅れて五輪予選とかぶったから。この試合見てたけど日本選手のレベル低かった。やめる、パスするという基本的な技術がなかったよ。テレビ放送が種目で割り振ってないからいつ何やってるかわからんしじゃあもう民話ってなってる。アジア大会のサッカーってどこで中継が見られるの？サッカーアジア大会、10月8日まで U-NEXT でライブ配信無料トライアルで楽しめるよ。